その、別に人参を好きになったわけではありませんからね。せっかく先生と一緒に来たわけですし、一人前の教官として仕方なく食べているだけです。わかりましたか？まったく先生はいつも無理やり。もしどうしても人参を食べないといけない場合は、今度からはここに来ます。先生と一緒に来たお店ということもありますし。いいですか？好きになってはないですよ。わかってます？ただまあ、人参もそこまで悪くはないかもしれません。